熊本大学の小林です。よろしくお願いします。本日の内容ですけども、メインにはプロ J ポストデータベース J ポスト DB の使い方っていうのを、メインにハンズオンで使い方を講習しますが、まあ、その前にプロテオムデータってどういうもんだろうっていうのと、J ポスト DB は J ポストプロジェクトの一環としてやってまして、J ポストリポジトリと一緒に解説、それを10分程度でやります。で、DBCLS の森谷さんに J ポスト DB の使い方をハンズオンで説明していただきます。で、プロテオム、教科書的な話なんですけど、プロテオームというのは、組織やバイオ細胞などある生態系に存在しているタンパク質の総体を示します。で、通常ですね、プロテオームはもう質量分析系で測定することがメインになってて、質量分析を用いて生態系ある生態系に存在する全てのタンパク質を測定する、そういった データが蓄積したのが、J ポスト DB になります。で、プロテオム解析の一般的な方法論として、ここに示しているんですけども、簡単に示しているんですが、生体資料がありまして、何らか、いろんな方法論で、タンパク質を抽出していきます。技術的な問題で、このタンパク質は、一般的に使われているトリプシンっていう、酵素で消化してペプチドの状態にしてあげます。また、二次元電気誘導などを用いてタンパク質を分離して、その後、興味のあるスポット、からタンパク質を抽出してきて、トリプシンで消化して、ペプチドにするっていう作業が、通常行われます。で、質量分析器を用いてどういうことが行われているかっていうのをこのスライドで説明していきますが、先ほどのペプチドミクスチャーを、ナノ LC という、分離装置で、逆走の、低流速の 分離装置でペプチドをまず分離してあげます。分離されたペプチドは順次質量分析系で測定されるということになります。まずペプチドの MOPAZ ですねの、価数を、質量を電荷で割った値が、質量として、まず質量分析系で測定されて、ペプチドだと認識されたものに関しては、この MSMS スペクトルというものを順次取っていきます。最近では1時間あたり1時間ぐらいの測定で、大体数万スペクトルを取得して、大体数千から数、1万ペプチド2万ペプチド以上の、ペプチドが、同定されるっていう、技術になってます。で、実際に、MSMS スペクトルでどういう、ことをやってるのかっていうのを、示したのはこの図なんですけども、ペプチドのペプチド結合のこの、ここの位置で、解裂するようなエネルギーを、質量分析系の中で与えます。で、どこか一箇所で解裂させて、その解裂させた、フラグメントイオンといわゆるイオンをまた、スペクトルとして取得すると、ですね、このようにアミノ酸1個ずつの差でこういうふうに、スペクトルが、理想的には得られます。そのアミノ酸の差を、こうやって、を理想的に取っていくと、このペプチドの配列だということが認識できるんですけども、実際にこれが、生の、こういった配列のを持つの配列を持つペプチドの MSMS スペクトルが、こういうふうに、取得することができます。これが数万とかっていうレベルで最近は取得することが可能になっています。で、数万スペクトルを一気にその同定する方法として、実際に、タンパク質を抽出してきてトリプシンで、消化しスペクトルを随時取っていくデータと、データ、こういったデータセットがあるんですけども、
まあ、このデータセットと比較するためにユニプロットだったり、NCBI だったりのところに、タンパク質の配列データベースというものがあります。で、この配列データベースの、配列を、まあ、インシリコで同じような実験をしたという過程で、まあ、先ほどトリプシンを使うと言ったんですけど、トリプシンで切ったような配列を仮想上に作ってあげて、先ほどのペプチド結合の真ん中で切れるようなスペクトルをインシリコで作ってあげます。で、この配、自分で測定した配スペクトルとインシリコで作ったスペクトルがどのくらい似ているのかということで、データベースサーチで配列を決定してタンパクに帰属するということを、瞬時のうちにやっているということになります。で、どういう、質量分析によって、まあ、プロテオム解析を行う上でどのような種類のプロテオム解析があるかというと、まあ、まずタンパク質を網羅的に同定する方、同定するというのと、定量プロテオム解析は、まあ、網羅的に発現の差異を解析する。で、リン酸化だや、まあ、糖鎖だなどの、まあ、翻訳後修飾を受けたペプチドタンパク質を網羅的に同定定量解析する。また特定の分子に結合するタンパク質を、インタラクトーム解析などなど、まあ、質量分析系で、まあ、様々なプロテオム解析が行える現状になってきています。で、そういったデータを、集めてデータベース化するというのが、まあ、この JPOST のプロジェクトの内容です。まあ、ここに、1枚のスライドで JPOST プロジェクトの概要をまとめてますけども、まず JPOST のはまずこのリポジトリという部分を持っていて、まあパブリックに、データを、まあ、投稿できるサイトがあります。まあ、で、このデータが集まると、JPOST プロジェクトの中で、まあですね、標準化された再解析というものを得ます。僕らが再解析一定の、方法論で再解析をしたデータが、JPOST-DB でデータベース化されて、まあ、さまざまな、さまざまなサンプルでどういったタンパク質が発現しているかというのを表示するというプロジェクトになっています。で、まあ、リポジトリの簡単な説明なんですけども、まあ、先ほどちょっと出てきましたけども、論文化する上でも、プロテオムの測定データを、帰宅して開示するということが求められているので、まあ、そういったところで JPOST リポジトリというのが立ち上がっています。今、500プロジェクトぐらいですね。今、このデータベースには入っていて、まあ、このデータベースを、登録する手順というのがありまして、まあ、統合 TV にもこういったデータを登録するということが、マニュアル化されてますので、もしそういうことが、求められているときはこういったサイトを、活用してください。で、まあ、JPOST リポジトリに公開されたデータというのは、このようにですね、一覧表で、まあ、300近くの、データセットが今オープンになってまして、まあ、実際にこのデータ生データですね、プロテオム質量分析系の生データが、ダウンロードできる、まあ、手に入れることができます。で、このように、サーチ機能もついてますんで、まあ、欲しい、なんか興味のある、ワードを入れて、もしあればそれをダウンロードしてきて、まあ、活用するということもできます。で、まあ、リポジトリに登録されたデータを、まあ、一定の基準で再解析してデータベース化したものが JPOST-DB で、森谷さんに、これの使い方、DB の使い方に関して、いろいろと、20分程度の時間で説明していただこうと思います。まあ、実際にこういった各タンパク質、おそらくプロテオムに、
馴染みのない方はこういったタンパク質のページっていうのが多分今有効になってくると思うので、まあ、翻訳後就職だったり、アイソホーム情報だったりっていうのが質量分析系で測定できる、できたものに関してデータベース化されているので、ぜひ活用していただきたいなと思います。どんどんの方、担当させていただく、DBCS の森谷です。よろしくお願いします。今日やることは、チェコスの概要を今説明していただいたので、まあ、実際にデータセットを絞り込んだり、データセットのページを見てみたり、タンパク質のページを見てみたり、まあ、あとここちょっとトリッキーなのが、このデータベース得意なのがこのスライスという、まあ、データセットをグルーピングして、まあ、中身を見るというそういうデータですね。そういうのがあるので、その辺の説明をしたいと思います。で、まあ、データベースなので、そんなに難しいことはないので、もうこれ読んでいただいて、もうポチポチ、使ってみてみることは多分できると思うので、多分これ読んでできる人はもうどんどん進んで やってくださいと。で、JBOS の中で見れるものというのは、データセットごとに、まあ、プロテインデータを俯瞰できると。で、そのデータセットごとに、ミッシングプロテインの探索とかケグパスウェイのマッピングとかができてきます。タンパク質のページではタンパク質で固定されたペプチドとか、まあ、PTM、翻訳後就職とかアイソームの情報を見ることができます。で、今言った、スライスという、まあ、データセットグループを切り出して、まあ、俯瞰するということもできます。で、これをちょっとやっていきたいと思います。で、データポストのページは、まあ、Google サイトとかに行っていただいて、J ポストと検索してもらえれば大体トップの方に出てくれると思います。で、これが J ポストプロジェクトのページで、こっちの、こっちが今言ったリポジトリの端で、こっちがデータベースになります。で、こっちの方をクリックしてみてください。で、これが J ポストデータベースの方の、トップページになっていまして、まあ、ここに、生物入っている生物種のリスト、パイチャートが表示されますけれども、今は、まだそんなにデータベースは、再開式がちょっと詰まっていて、今ちょっとまだ100くらいしかデータセットが入ってないんですけども、まあ、簡単に使っていきたいと思います。まずデータベースなので、まあ興味のあることの、データセットをフィルタリングすることができて、この上の部分が、フィルタリングフォームになっていて、今は生物種が出てますけど、ここを足すことで、別なカテゴリーのサンプルタイプとか、まあ、セルラインとかディジーズとか、まあ、組織とかそういうので、フィルタリングできるようになっています。で、またここで、ここにマウスを持ってきますと、あれノーリザルト、出ましたね。今入っている、今6つしか生物入ってないんですけど、まあ、ここから選ぶことができますし、また、ここのパイチャートをそのままクリックしても、フィルタリングが可能です。で、今ここで、ホモサピエンスだけの、データセットが今ここに出ていて、すいません、キーワードが入っている。プロテイン。ちょっと、キャッシュが効いてしまってて、おかしいですけども。ホモサピエンスを選択すると下のテーブルも、自動的に更新されるはずなんですけど、ちょっとキャッシュが効いて、出てますね。103個のうちの66エントリーがヒューマンで今、絞り込みがかかっています。で、この TES、番号がついているのが、JPOSDB でいう、エントリーになっていて、それぞれがデータセットになっています。で、まあ、とりあえず一つどれかクリックしていただけると、まあ、ここは TES、これがデータセットのページになります。ちょっと時間がかかっていますけど、まあ、このように表示がされて、ちょっと時間かかっているので、どっかにあったこっちです。こちら、先ほど検索していたデータセットのページですけど、まずデータセットの内容、どんなデータセットですかっていう説明と、サンプルのメタデータと、このデータセットの統計値ですね、タンパク質の数とかペプチドの数などの統計値が出ています。
でその下に行く と、クロモソームページ、クロモソームインフォって書いてますけども、染色体ごとに、どれだけこのデータセットでタンパク質が見つかっているかっていう情報になります。またその下、プロテインエグジステンスって書いてますけど、これは、どのレベルでこの配列が見つかっているかということで、これはヒューマンデータなんで、まあ、ほとんどプロテインレベルで見つかっているのが多いんですけど、プロテオムの分野ではこのミッシングプロテインっていって、まだプロテインで見つかってないものを探すというプロジェクトも走っているので、そういうプロジェクトで利用できるようになっています。例えばトランスクリプトレベルで見つかってますけど、プロテインよりでまだ見つかってないものっていうのは、っていうふうに報告されているのがここでは見つかっていて、このデータではこの辺のタンパク質なんかが実際にタンパク質として発現しているということが分かります。またこちらはジーンオントロジーの、ジーンオントロジーでどれくらいタンパク質があるかということですね。でまたこの下のケイグルパセイのところでは、このデータセットで見つかったタンパク質を、実際にケイグルパセイの方にマッピングすることができて、例えば、グリコリー質をマッピングすると、まあ、このようにケイグルのケイグルパセイの方に飛んでいって、まあ、マッピングされます。で色は、簡単な定量値になっていて、判定量ですね、スペクトルがどれだけ見つかったか、スペクトルの数で表していて、まあ、赤いほどスペクトルの数が多い、つまり、発現量が多いとされるもので、青いのが発現量が少ないという、そういう見方ができます。で、これがデータセットのページになっていて、このサーチのところで、またトップページに戻ることができます。で、フィルタリング、先ほど言い忘れましたけど、フィルタリングはこのカテゴリーの他に、またここの、ボックスでキーワードサーチもできるので、まだ103個しかないので、そんなにたくさんのことは、サーチできないんですけども、サーチできるようになっています。で次、このプロテインのタブをクリックしてもらうと、タンパク質をサーチすることができます。今回はちょっと都合がいいので、BLCF1 という、ワードでサーチします。あれ違う。BCL ですね。BC。キーワードサーチで、配列が一つ見つかったと。で、このプロテインネームのところをクリックするとプロテインページに飛びます。多分こちらもちょっと時間がかかるかもしれないので、先ほどに、検索しておいたページを開きますけども、これプロテインページで、同じように、プロテインの情報が、これは実はユニプロとか取ってきますけど表示されて、その下に、このデータベースでの統計値が出ています。でその下にあるのが、プロテインブラウザーというもので、僕が作ったものですけども、ここで、プロテインデータ特有の、タンパク質の情報が見ることができます。でこれが、配列で、この青い場が配列を示していて、タンパク質配列を示していて、それぞれこのちっちゃい、赤と灰色のボックスが、それぞれ、先ほど言った、検出したペプチドになります。で赤いものほど、多く見つかっているというものになりますね。でこう、マウスのスクロールを使うと、このように、横に拡大されます。でここに、プロテームデータ特有のデータをそれぞれ載せていくことができまして、ここでは、リン酸化とリン酸化の、情報が載せられます。でこのプルダウンメニューを下げ、クリックしてホスポサイトをクリックしていると、ここに追加されます。でこのように、それぞれこのポジションでそれぞれのポジションでどれだけ、リン酸化が見つかっているかというのが、見て取れます。また、ユニプロットアノテーションというのは、ユニプロットの方に載っている、
アノテーション情報で、まあ、これもクリックしてやるとここに同様のようにマッピングされて、ユニプロットに使っているリー酸化 と、比べること比較と比較することができてできまして、まあ、この辺の、リー酸化はまだ見つかって、今回のこのデータベースでは見つかっていないとか、この辺のリン酸化は、まあ、新しくユニプロットの登録まだ報告されてないリン酸化が見つかったということが分かります。またこの JPOSTDB 特有のデータとしては、この、P サイトリンケージというのがありまして、これは、リン酸化が、狂気していると同じウェブ上で狂気しているという情報ですね。これは、多分 JPOSTDB 特有の、データになります。その下にあるのが、ペプチドシェアリングと書いてますけど、これは ISO フォームごとで、ペプチドがどのペプチドが共有されているかという情報が出ています。で、これを用いることで、ISO フォーム特有のペプチドなどを探したりして、まあ、どの ISO フォームが、見つかっているか、このサンプルで出ているか、発現しているかなどを見ることができます。で、同じ色が同じペプチドを表していて、まあ、これも同じように拡大できますし、また、この辺をクリックすることで、揃ってない部分を揃えることができます。クリックすることで、クリックした場所が揃います。またここで、トリプシン消化した場合のサイトの表示や、まあ、エキソンイントロの情報なども表示できて、まあ、この辺はプロテームを実際に研究する人は、よく使うデータになるんですけども、まあ、そういうものを見ることができます。それからもう一回、トップページに戻りまして、今それぞれのデータセットのデータや、このデータベース全体の、プロテインのデータを見たんですけども、ここでは、データセットを、区切ってグルーピングして、見ることもできます。でそれを我々はスライスと呼んでるんですけども、例えば、ホモサピエンスで今そんなにデータがないので、今回は iPS セルと打ってみてください。このデータベースのデータセットの検索、ボックスで iPS セルをサーチすると、ちょっとこれも飛ばして、でここにレッドリストが出てこのニュースライスをクリックするとこのように、スライス画面にスライスを作成する画面に出ます。で、名前とかをつけて今回 iPS とつけてそれから、これが iPS セルのリストになってますけど今回は上の3つだけ選んで、このアッドをクリックしてください。まあ、そうすると、このような、このようなスライスのページになっていて、これは今選んだ3つのデータセットに関を合わせて、中身を俯瞰するというページになっています。この辺はデータセットのページと同じものが出ます。またこの先ほどここのプラスカラーも新しくスライスをロードできまして、もう一つ iPS の他にもう一つだけ、データセットを作ってください。フィブロブラストで、データ、作ります。でファイブロブラストで検索すると、まあ、このようにファイブロブラストのデータセットができますので今回ももう上の3つだけクリックして、アッドをクリックしてください。ここはちょっとキャンセルをしますけど、そうすると、ここに付帯数がもう一つ加わって、iPS とフィブロブラストの、スライスができます。で JPOSTDB ではこのスライス同士、データセットグループ同士を、比較する簡単な比較をすることができまして、ここでチェックボックスを2つチェックして、コンペアをクリックしますと、比較ページに飛びます。で、スライス
今作った iPS のスライスとファイブロブラストのスライスではどのくらいのペプチドが共有されているかというのが分かります。タンパク質が共有されているのが分かります。でそのこのデータを使って、簡単な変動解析を行うことができまして、例えばこのエンピリカル、フェイズエスティメーションをクリックすると、これも、スペクトラカウントといって、まあ、定量値判定量になるんですけど、まあ、スペクトラが多ければ多いほど、まあ、発現量が多くて少なければ発現量が少ないという、データがありますので、そのデータを用いて、このようにボルケのプロットを描画することにします。で、青いのが、まあ発現量が下がっている、赤いの発現量が上がっているという、まあ、優位に上がっているというデータになっています。でまたここも、自分でスレッシュードを変えることができるんですけど、まあ、自分が優位だと思うような、ポジションで、データを区切ることができまして、その今発現量がの変動が大きいプロテインがここに表示されます。でこの発現量の変動が大きい、プロテインのリストからリストを用いて今度はエニシュメント解析することができます。この JBOSDB では今は KEG パスウェイと GEO とあとヒューマンやマウスでチップアトラスで使われて対応している生物種に関してはチップアトラスの方でもエニシュメント解析ができるようになっています。で今回はこの KEG パスウェイというのを選んでみて、そうするとこのようなネットワークグラフが描かれます。でこれそれぞれのマグルが、今ケグ選んだね、ケグの中でのカテゴリーになっていて、で、丸の大きさは、タンパク質の数で数を表していて、あと黄色から赤に上げての色が、P バリューになります。で赤ければ赤いほど、P バリューが低い、まあ、優位性が高いということになります。でこの今の、iPS 細胞とフィブロブラストを比較した、で結果では、この辺の、リボソームバイオジェネシス関連のものが赤くなっていると、まあ、その辺が優位性があるということになります。で結果パスを選んだ時には、そのまま結果パスにマッピングすることができまして、クリックすると、まあ、先ほどと同じように結果のパスの方に飛んで、表示されます。で青いのが、発現量が下がったもので、赤いものが発現量が上がったものになります。またまあ GO はもう少しデータが大きいので少し時間かかるので今回ありませんけど、まあ、チップアトラスの方にもでもエニシュメント解析することができまして、まあ、クリックすると先ほど、午前中に、沖先生から発明になったようなチップアトラスでの、エニシュメント解析を、そのままするとできます。ここに、今回こちらでJBOSDB で、解析した、この発現量が上がったタンパク質と発現量が下がったタンパク質がそれぞれ入って、このサブミートをクリックすることでチップアトラスの方でもエニシュメント解析ができます。全体的な、JBOS データベースの使い方は、以上になります。